はい、こんばんは。はい、こんばんは。今日はね、もうちょっとタイトル通りなんですけども、皆様にご報告があります。はい、じゃあ千鶴さんの方からちょっとご説明してください。野良猫ちゃんをね、保護したんだよね。そうです。そうで、ちょっと経緯なんですけど、まあ、何日か前からね、もう本当、姿は見てなかったんですけど、明らかにもう子猫だって分かるような鳴き声がしてたんですよ。で、チーもね、結構気にしてさ、外見てたりとかしてたんだよね。ちょうど2日前か、お互い出勤しようと思って車で行ってたら、ゆうくんが見つけたんだよね、猫ちゃんをね。そうで、もう車止めて保護して、で、すぐに私が病院に連れてったって感じです。そうです。とりあえずですね、今、もう本当に多分お外で完全に野生としてね、生まれて、で、多分母猫ちゃんとかと多分いたとは思うんですけども、だからこそね、今本当、じゃあ、我が家に来た猫ちゃんがですね、今どんな感じの状況になってるかっていうのをこれから皆様にお見せしたいと思いますので、お待ちください。はい、今はこうやって結構怯えてる感じですね。ちょっとびっくりさせたくないので、静かな声で喋ります。はい、です。どっち？何が？怖がってるね。うん。おいで。おいで。まだ、野生でね、育ってるんで、本当まだ人にね、慣れてないね。全くね。ゆっくり、ちょっと時間をかけて、人間に慣らさせていかなきゃいけないっていうのもあるんで、もうほら動くねもの全てに反応してさ、怖がっちゃうって感じだもんね。あんま手はそういうふうにやんない方が。あ、そうなの。ここだと触りづらいね。あ、でもどうなの、これ触ると噛んだりはしない。あ、そうなんだ。1日目よりかは、まだ触らせてくれるようになった。今来てね、ちょうどまだ2日目ご飯は全然食べるし、おしっこもうんちも全然ちゃんとしてる。まだやっぱちょっと怖いんだろうね。怖いのと不安なのとね、あるんだろうね。もう今こ怖そうだから、その辺でいいんじゃないかな。手が怖いんだって。あ、怖いの。これは怖がってる感じ。そう、怖がってる。ちょっとでもみんなに見せてあげて、どういう現状なのかっていうのはさ。はい、怖いね。今現在はちょっとピンボケしちゃうね。この辺かな。で、生後どれぐらいなんだっけ。2ヶ月ぐらい。生後2ヶ月ぐらい。で、性別は男の子だね。もう検査はしてきて、飲みのあれと駆除と虫下しは病院でやってもらう。そうだね。で、今、猫ちゃんの お部屋はこのような形にしてます。ほんとたまたまだもんね。発見してね。で、なんかどうやらその動物病院の先生曰く、なんだっけ、その猫ちゃんって、ある程度のその授乳とかが終わったりすると、もう親が何だよ、もう一人で生活しなさいよみたいな感じになっちゃうんでしょ。そう、そんな感じなので、本当にいろいろ考えて、
もしお母さんが近くにいるんだったらなんかこうね話すべきじゃないのかとかさ。いやそれはたくさん悩んだけどね。ね、だけど、まあ、結局、まあ、お母さん猫ちゃんも僕たちがちょっとまだ一回も見れてない状況の中で、まあもちろん去勢もされてないわけだからね。この子たちもさ、なんだろう、野良猫ちゃんっていう形でさ町にねそのまま離した状態にして、まあ多分また繁殖しちゃうよね、うん、でそういうのがすごく良くないなと思って。であとはですね、まあ近所にもこう猫ちゃんを好きであのお家に迎えてる方たちも何人かいらっしゃったんで、そういう方にもね一応最初にご相談したんだけどね、うん、まあ、やっぱり今現在飼ってる猫ちゃんもそれこそ何匹もお家にいらっしゃるということで、やっぱり今増やすのは厳しいということで、でまあそうですね、僕たちもこうまあ3月にひまわりの件があったんで、まあ、本当にまだね、気持ち的にも完全に落ち着いてない状況の中で猫ちゃんをお迎えするのはって本当にいろいろ考えたんですけど、まあ、やっぱりこんなちっちゃい ね猫ちゃんを表に放すわけにはいかないので、まあ、我が家で幸せにあの生活ができるようにですね、まあ、これからも一日一日ちょっと僕たち人間にこう慣れてもらえるように頑張って一緒に生活していこうかなとは思ってます。 お名前は何なんだっけ。マノアにもしました。マノアちゃんです。マノアくんか、うん、マノアくんだね。ちぃ抱っこできるの。できるよ。あ、ほんと。ちょっと抱っこしてもらおうかな。じゃあ、はい、今ですねうちの妻が抱っこしてます。でどうやらですね、まあ、メインで今猫ちゃんのマノア君か、マノア君のお世話をしているのがうちの妻なので、早くもうちの妻にはこう懐き始めているんですが、どうやら僕にですねちょっとまだ警戒心があるので、うん、いつもいい子にしてる。いつもって2日目だけどじっとしてんだけど私がいるとダメ、うん、とのことです。もうちょっと顔見せてごらん。うん、怖いね。みんなにご挨拶してごらん。ちょっと怖いって。怖いって、うん、あ、すいません。え、自分で登ってったの。登るよ。マジで。うん、そんな早いんだ。寝るときはここで寝てんの。あ、そうなんだ。クッションの上で、うん、猫ちゃんってこんなちっちゃくても運動神経抜群なんだね。うん。へえ、すごいな。にゃんにゃんにゃん、かわいいね。マノア。結局マノアちゃん、あのマノアくんって名前になっても結局あだ名になっちゃうんだよな。うん。うん、ね、まだ怖いのね。俺が行くとシャーだろうかな。うん。またでも あれだよね。なんか、うん、いち早くそのなんだろう。人間に、うん、こう警戒心を解いてさ、なんか懐いてくれるなんか方法とかさ、結構それこそ俺たちのチャンネル見てくださってる方たちっていうのはさ、保護猫ちゃんとかさお迎えしてる人とかも結構いるみたいなんで、まあ、なんか私たちはこうして早く猫ちゃんが懐きましたとか、なんかそういったコメントがありましたらぜひぜひ嬉しいのでコメントくださいませ。やっぱねこうまあ親猫ちゃんと離れたばっかっていうのもあって、まあこの子も寂しいだろうからね、うん、早めに。あ、本当だ、すげえ、うん、めっちゃ運動神経いいじゃん。早めに懐いてほしいです ね時間かけてね。ね、頑張ろうね、一緒にね。もうひゃっくりしてる。ひゃっくりしてる、うん、あ、ほんとだ。ワンちゃんってあんまひゃっくりしないけど猫ちゃんってするんだね。あれ、うん、大丈
くんじゃないかな、大丈夫か。あ、そういうこと。いや、わかんない。もうこんぐらいちっちゃい子でもさ、自分の何、あの毛づくろいみたいになってなきゃ。まだしないんじゃないかな。まだ見たことない。うん、あ、そう、そうなんだ。まあ本当にさっきも言ったようにですね、いろいろと本当にまあ意見があるとは思うんですけどもね、うん、まあ相談した方によってはね、親元に返した方がいいんじゃないかっていう意見もあったよね。うん、だけどね、まあ猫ちゃんたちが判断できないしね、うん、結果的にやっぱり幸せに人生を送ってってもらいたいので、僕たちはこの子を面倒を見るという決心をしました。面倒を見るっていうか家族に、ね、そうだね、家族になる決心をしました。めっちゃ可愛いからね、顔本当にうちの奥さんは、うちの奥さんの膝でずっと寝てんだよね。うん、しかももうトイレ覚えたんでしょ。もうトイレは一番最初からできる。すごいよね、やっぱ猫ちゃんってね、うん、あれこれなんだっけ、ダメな猫図なんだよ、なんだっけ、細かすぎるやつがちょっとダメだったかな。ああ、なるほどね。うん、そっか。まあ皆さん、この子もですね、またインスタグラムとか、まあそうだね、僕の方のインスタグラムだったり妻の方のインスタグラムの方でまた登場すると思いますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。はい、じゃあ今日はこの辺で、まだちょっとね、うん、緊張してるみたいなんで、うん、この辺で失礼します。